はい、皆さんこんばんちは。今日もやっていこうと思います。よろしくお願いします。はい、昨日失礼しました。はい、多分だから喉乾く前に水分補給やってたら、その滑舌というかろれつが回らなくなるということは、おそらく起こらなかったんじゃないかと思うんですけれども、今後気をつけようと思います。失礼いたしました。ツイッターを流そうと思うけど、やっぱり今日もうまく連動できないなというところで、まぁ、ちょっとぼちぼちと操作しながら、喋りながら、やっていこうと思います。そして皆さんは大丈夫でしたでしょうかね。今日また風は強いんやけど、すべてが熱風というね、なんていうか、熱風が吹き荒れているし、雲の湧き方も全部積乱雲みたいな感じだったんですよね。すごい熱を発して雲を作ってるんだなというふうに思っております。はい、今こと繋がってるかな。本日も開始しましたって言いたいんですけどね。どうなってるんやろ。ちょっとぼちぼちと やってますね。はい。今、そうです。4人になった。ちょっと、電波のつながりも悪いのかな。ちょっと今、さっき5分ほど、お二方やったね。まあ、たまたま、なんていうか、入るタイミングやったのかもしれないですけど、ますますなんか電波といいますか、全国的な電波障害に不安を感じますね。あと そんなことを気にしながらですけれども、またちょっと喋りながらやってますね。ツイキャス開始しました。いけてんのかな。どうですか皆さん、チャットは投げれる状態でしょうか。大丈夫ですか。ちょっと待ってくださいね。壊れてんのかな、うちが。ちょっと待ってくださいね。これリツイートしよう。あ、ローズさん、こんばんは。よかった。はい、ありがとうございます。今日は地区の祭りで今フィナーレの花火が打ち上がっています。音声こちら問題なしです。あ、よかったです。花火ね。花火、うちんとかの次火曜日ですね。どうですか皆様は、無事、浴衣着て、楽しんでおられたんでしょうかね。なんでよ。奈々さんこんばんちは。はい、16日目ということでね、猛暑日がね。はい。コインありがとうございます。なんか、一生続くんでないかと思う瞬間ですよね。毎年のことながらね。これをリツイート。しました。はい。やりづら。はい。ありがとうございます。ね、そんな感じで。で、私はもうちょっと、昨日、YouTube の方のね、コメントでえらく心配されてしまいましたけれども、すいません。なんかね、多分私、血の気が引くらしいんですよ。自覚以上にね。びっくりしちゃったか思ったんですけど、申し訳ありませんでした。はい。ローズさん、花火の音にビビって、モルモット隠れ家に隠れてますね。びっくりするでしょうね。だって、モルモットの
その体の大きさからしたら花火って隕石落ちてきたんと一緒ぐらいぐらいじゃないですかって思いますね。そのように感じます。はい、それで調整もしながらって感じで、大丈夫そうだね。はい、そしてですね、今日空玉さんっていらっしゃいますか。非常に心配しております。沖縄の方、次線状降水帯が沖縄から九州にかけて発生するというので、非常に心配していますが、もうなんか多分それどころじゃないよねって感じですよね、ほんまにね。もうね、なんかもう線状降水帯と台風っていうのは別物なんですか、もうっていうね、別物らしいですね、どうもね、なんか聞いてるとね。今日、8月の5日、駒川さん、駒川ありがとうございます。コートさん元気そうで安心しました。今日は家族で温泉行ってきました。空玉さんが心配です。ですよね、ほんまに。ちょっとね、ちょっとどころじゃない、だいぶ気にしてるんですよね、ほんまにね。昨日ね、ちょこっと参加してくださってね、ありがたんですけども。はい、はじめさんもこんばんはありがとうございます。こんばんは、さん。あ、コインありがとうございます。はじめさんこんばんは。昨日も寝落ちしちゃってました。今日も暑いです。よろしくお願いします。ということで、しんどいですね。もうエアコンをふんだんにつけさせていただくことにしました。本当に、行かさせていただいております。本当に、何毛の長い動物の気分でいてます。本当にね。口で息する感じの。ワンちゃんみたいな。ね、天気おかしいですね、ローさん。今日見たね、雲がね、面白いけど、ちょっと怖かった写真を撮ったんですよね。ちょっと怖かったんですよね。ナナさん、空玉さん、沖縄奄美地方の台風影響下の地域の方々、心配ですね、ほんまに。ほんまにそう思ってて、で、さっきの通知、ヤフーの天気の通知が、線状降水帯発生かって書いてあったから、いや、うちかけるよねって思いましてね。で、これ、ちょっと怖かったんですよね。怖いと思うのかは、すごいと思うのか、どっちかなんですけど、全部、分厚いんですよ。全部分厚いんですよ。高いところにポカポカって浮かんでる綿雲じゃなくて、ドンドンドンって感じだったんで、あ、怖ーって思いましたね。なんか。で、西風がすごいきつくて、それが、熱風、南西の風か。すごかったんですよね。で、こうぐっと押し上げては、なんかすっごい分厚い雲をこう作るっていうね。ちょっと怖くないですか、これ。こんだけなんですよね。ので、あんま撮らないんですけどね、夏、ね、なんていうか、すごい入道雲以外は、撮らないんですけど、なんかイラも映った。けども。はい、そんな感じで。何やろ、春先ぐらいやったら、だんだんになって、あばら雲ばっかり気になってたんですけど、そうじゃなくて、何や、全部、凶悪に発達したすごい雨になりそうな、この雲は何じゃって思いましたね。はい。そういうところで。で、何してたっけ、今日。朝起きて頭痛くないし、気持ち悪くもないし、生きてると思って、1時ぐらい寝たのに5時ぐらいに起きたんですよね、やっぱり。作ってね。ごめんごめん。最近自然のレベルが怖いです。本当にね。どうこうしてるなと思ってて。暑さもね、なんか多分その立秋過ぎてお盆過ぎても全然収まらないですし、雨降っても収まらないですし、沖縄の雲がそんな感じです。
石田、勢いがあって近いくも、そう、低いところからね、お天気いいのに低いところから湧いててね、ほんで多分ギョッとしたんですよね。そうそうそう。だから、例えばこれ、ここが標準の高さだとしたら、こう、いつもあったらこういうところにこう、ポカポカとこう、雲が湧いてる、こう、通常なんですけど、なんか今日多分こんなんが、なんかこう、細かくね、このぐらい多分高低差すごかったんだと思いますね。だんだんうんこになってきた。うんこっぽいけど、違う、雲です。はい。だいぶ差がありますね、これ。これ通常。で、今日。です。だから、それ、亜熱帯の雲の湧き方なんですかね。小川さん、九州にも来そうですね。こちら水曜あたりかなということで。明日はちょっと曇るんですよね。曇って、ね、一回その太平洋に出て、それから、まあ、四国、沖まで来て、北上するっていうね。ね、ナナさん、九州上陸しそうですね。しますよね、この進路図。予報円、まだでかいですけど、何これって思いますね。これですね。これですね。だから、今日何日でした？多分5日ですね。土日、月か水と。まあ、予報円、まあ、うちとこは、でもね、多分ね、その、円の中に入らへんくっても、すっごい吹き戻しがすごいから、まあ、左足大丈夫かなと思いながらも、なかなかのもんですよね。もしこの予報円、円のがね、こう、目が、こう、高知県、室戸岬とかか、に入った場合、思いっきし、関西影響を受けるんで、って思います。まあ、計画運休とかあるでしょうね、きっとね。お盆直前にね。しかも台風が九州に上陸するときに、花火大会でなんか影響を受けるのかな、雨降るのかなっていう予報が出てますけれどもね。ごめんさん、あんなにとどまるのやばいですね、引き返したり。あるね。で、2年ぐらい前でしたっけ、すっごいぐるぐる引き返したり、なんだギザギザの動きした。あれが今回、もう、なんかありそうですよね。前ありましたよね、似たの、こういうの、こう、なんかこう、くっと曲がってこう行ったりとかね。今、くの字ですもんね。ね。そうですね。奈々さん。上陸しちゃうと早く進みますね。そうですね。海上にある間は、とどまって勢力を大きく、強く保っていますけれども、っていうね。いや、早く進むのは進むのよ。それは怖いです。勢力を増して、ぐわっていくのは怖いですよ。6年前の台風、また来たらどうしようかと思うぐらい、あれはちょっとね、危険を感じましたね、命のね。あ、松さんありがとうございます。はい、いらっしゃいませ。今夜ありがとうございます。そう。ちょっともう、今日は、本当になんというか、もう、豆に、ちょっとお茶を飲みながらさせていただきますね。うん。すいません。ごめんさん。すべてフル充電します。まあですね。そうなんですよ。もうね、なんかあんまり、豆に充電したらバッテリーが、傷むとか言ってられないですね、今回は。ほんまに。ギリ使い切って、充電するとか、そんなんじゃなくてね、っていう感じですよね、ほんまに。なんか、満充電で、傷むことよりも、放電してあかんくなる方のがね、危険ですもんね。うん。
です。あの情報が一切入ってきませんし。うん、で、そうですね。あのこちらの、端末、とりあえずあの充電さえできてたら、あとはその各社の鉄塔はあの電源車が応援に来るんですよね。で、その時になったら、まあ、あのこう近くにいればつながれるしっていうようなことなんで、まずはあのこう端末の充電ですよね。電源確保ですね。奈良さん、ニュース番組でも非常時のポタテン特集してましたよ。あ、もう言ってるってことはそういうことですよね。来るってことですよね。これ、そうですね。もう奄美、そうですね。今沖縄か、思いっきし、そのなんていうか、縦方向に来る。で、上陸するんですよね、これ、多分。うん、で、それで、ですあの、風の被害もそうですけど、線状降水帯ということは長くとどまるってことですよね。でもね、思うんですけど、その台風が行ったら晴れるっていうような常識ももう、通用しないんでしょうかね。もうね、なんか。台風が行き過ぎても、そのなんていうか、この前の佐賀県の山のところにずっと線状降水帯がとどまったということですけれども、それが、またもう一回起こるってことですかね。日曜日が沖縄とか奄美続いているってことなんですね。続くということですね。で、九州南部では6日午前中から6日夜にかけて線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。あ、970ヘクトパスカルで、その今普通にその980以下、いや980も十分やばいですけど、昔そんなんやったんやっけとかで思いますね。998とかでもギョッとしてたような気がしましたけれども、そんなもんでした違いますよね。なので、だからその台風もそのなんていうか、とどまっていたらいたで、そのなんていうか、こう台風のない地域は暑くて倒れそうになってるし、該当する地域は、まあ、それこそ、こう、そのままの災害でえらいことになるし、っていう。いやそう思うと、まあ、でも言うて、うちの近所のスーパーは別に災害、に向けて、台風に向けて準備しましょうというポップも何も立ってなかった。あと、その、まあ、昨日ちょっと私終わりがけアウトになったんで、ちょっと気になって粉のスポーツドリンク見に行ったんですけど、話ちょっと変わってね。で、粉かと思って、裏見たら、人工甘味料が入ってんのが、アクエリアスと、あとトップバリュー。なつでした。で、ポカリスエットはどうやろう思ったら、人工甘味料っぽいのは入ってなかったんですけど、あ、なんか、そっくりなようで、中身違うんやなーって思って。でも、まあ、ちょっと買わずには帰ってきたんですけども、重曹塩酸水と、黒砂糖で、どうにか、なったんで、昨日も、どうにかリカバリできたんで、それで、今日はしのいだんですけど、もし買うんであれば、ポカリスエットを買うのがいいかなと思いました。なんか昔やったらそんな裏ちゃんと見えたら何でもいいわ、安いやつでいいわとかと思って、多分そのトップバリューは1袋68円で、ポカリスエットは1袋88円やったんですけど、安い方を迷わず買ってたと思うんですけど、もうちょっといろいろ聞くと、もう ポカリスエット、もう本当に買うやったらポカリスエットやろうなと思いましたね。ただ一袋1リットルに溶かせって書いてあったから、そう甘くて飲めへんなとかって思ってね。そう薄めたら意味ないんでしょうか
ねえ。多分、あのね、じゃあ実物まで、あの、ま、あ、今持ってないんであれなんですけど、ここエリアス。人工甘味料。あ、はい、書いてあった。これちょっとメモ書き書きますね、今ちょっとね。人工甘味料が。ご存知の方はまあさらっと流してください。はい、奈々さん、沖縄に旅行中のご一家お子さん連れが市役所内に設置された避難所があるテントにおられて助かりますと言ってましたが、飛行機飛ばないしお店に物はないし気の毒でした。もちろん住んでおられる方々も大変だろうなと。どうしても、その、なんていうか、ね、ずらせなかったんですよね。その沖縄行きをね。でも、あー、空玉さんや。大丈夫ですか？ありがとうございます。ちょっとね、心配してたんですよ、ほんで。ありがとうございます。沖縄は、風がまだ強いですが、だいぶ落ち着いてきました。電気があるだけで安心して過ごせます。励ましのお言葉くださった皆様、まとめてですが、ありがとうございました。まだ実家にいますが、母も熱が37度台まで下がり、食事も少しずつ取れるようになりました。ほっとしてます。あ、よかった。いや、昨日もだいぶその、なんていうか、こう、離れたとこ行き来してはるって聞いたから、いや、もうちょっとあんまり、ねえ、いや、無事を確認したか、だけどあんま無理えへんしなと思ったところだったんで良かったです。引き続き お疲れの出ませんようにですね、ほんまにね。そうですね、お母様もお姉様もどうぞお大事にというところで、本当に。はい、そうですか。まあまあでも良かったですね、お母様も回復のね方向に向かわれているということで良かったです。電気なくなるの怖いです。まだ全然気温下がんないんです。うちんとこね、青空広がってってね。これ冬やったら放射冷却でむちゃ寒くなるとこなんで、夏は全然下がんないですね。奈々さん、空玉さん、ご無事でよかったです。お母様どうかお大事にということでね。ほんまにね。37度だったら、ちょっとまだ関節の痛みとか、徐々に抜けかけてるっていう感じぐらいなのでしょうか。ねえ、あ、まだちょっと目回るけどみたいな感じやろうけど、まあ、どうにかね、動けはしはるとは思いますので。ねえ。はい、ごまごまさん、空玉さんご無事で、お母さんはまだまだお大事にされてください。いや、ほんまにね。そうですね、気圧も気候もこう、ちょっともう熱出てへんくてもしんどいところにね、やから、まあ、でも、よかったですね、そのご家族でこう、ね、寄ることができたんでね。はい、続きですね、ポカリスエット。エネルゲン。グリーンだから。ミュープラススポーツ。ミューって海洋深層水やったんでしたっけ？はい、というわけで、これちょっと。基準にね、なるかなと思います。はい。
ポカリスエット 青でエネルゲンが黄色でグリーンだからが緑でこれ青やったかな見る。はい、そんな感じですね。アクエリアスはその甘すぎるというのを解消するために人工甘味料を使ってるらしいですね。新製品でね。あ、小島さんこんばんは、ありがとうございます。いや今ちょっとね、アクエリアス、あ、じゃあ、そう、小島さんのアドバイスで気になってスポーツドリンクをね、スーパーに見に行ったら、人工甘味料が入ってるのと入ってへんのあるなと思って、その話をしてますね。はい。ごめんごめん、アクエリアスクラローズ入ってますもんね。OS1 とソルティライチ、備蓄します。あ、ソルティライチ。OS1。あ、OS1 もそうですね。OS1 とソルティ、なんで、言えないの？ソルティライチ、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 ソルティライチ。はい。OS1。入ってんのが、アクエリアス。アクエリアスってコカ・コーラでしたっけ？あの辺は全部入ってんのか、ほんなら。っていうことですよね。ローズさん、子供の部活同様にポカリスエットの粉末を溶かしも出しました。今も粉末を備蓄してます。まあ、今日はまだ粉のやついっぱい売ってたしなぁと思って見たんですけど、これ多分今年88円やけど、去年78円やったんかなと思って見てましたね。はい。プジマさん、今日は花火大会で晩ご飯はお祭りメニュー、焼き鳥と寿司です。ちょっともうそれ書こうかな、今日。なんか。ねえ。じゃあ、インスタではね、お子様ランチをリクエストされましたんで、またそれも書こうかなと思うんですけど、今日は小島ママさんの晩ご飯をヒントに、お祭りメニューを書きましょうかね。もしかしたらめっちゃお茶飲んでるから途中で お花摘みに行くかもしれません、今日こそ。そういや、160回ぐらいライブやって喋ってるんですけど、スキャスト、YouTube と合わせてね、一回もお花摘みに行ってないんですよね、私。こんなにトイレ近いのに。何の話焼き鳥。そう、焼き鳥の缶詰の話も出ましたね、昨日ね。焼き鳥。今日は私、サバの水煮をご飯にぶち込んで一緒に炊きましたね。あ、じゃあメモしますね。焼き鳥でしょ。焼き鳥。ビール？ジョッキに入ってるやつかな。と、かき氷？と、かき汁めちゃくちゃやったね、今。ごめんなさい。お寿司。お寿司多分、ちらし寿司ですよね。違うかな。海苔巻きかな。なんかその辺ですよね。多分、あの寿司じゃないですよね。この寿司ですよね。どの寿司。あ、そらたまさん。コインありがとうございますって言ったっけ？すいません。言ってないと思う。ありがとうございます。ごめんごめんさん。ソルティーライチも酸味料と香料入ってますが、子供に好評です。飲まなきゃ意味ないので、で
ですね。ですね。まあ、酸味料ね。そう、酸味でいいか、こう、命つないでる感じあります。夏の間は特に。ねえ。お祭りはもう、お祭り、多分私はお祭り、現地に行く気力はないんで、とりあえずバーチャル祭りってことね。何を思った？あ、焼き鳥。あ、焼き鳥とかつって。で、これはテンポよく変えていかなければならないですね。ネギマこだわり出すと多分時間かかるんで。プリマさん、この時期期間限定にはなりますが、塩ライチ&ヨーグルト美味しいです。いや、めっちゃ美味しいですね。ライチですよね。なんか冷凍のね、ライチとかね、業スーで売ってたりとかもありますよね。今うとこ駅前やから11時ぐらいになったら外で「疲れした!」って言うてるんですよね。居酒屋があるから。ああなるほどなと思ってね。まあ別に月曜からもう金曜までね宴会してありますね。まさかマスクして飲み食い している前なって思いますけど。焼き鳥、一本では足りひんからね。2本ぐらいセットでね。これでどのぐらいやろ。おいくらぐらいなんでしょう、これで。最近は。400円で効かないかしら。しかもこれ、参考にしてるのが食品サンプルでした。本物じゃなかった。はい。終わらないですよ、これで。終わらへん。安心してください、終わりません。すごい音鳴りますね。さあ、小島さん、色鉛筆の調子はいかがですか？調子って何って話ですけど。さあ、たまさん。はい。昨日のちょっとした、ライブ参加した時、皆様の言葉はかなり励みになりました。私の家の方はまた停電したみたいですが、30分で復旧したと連絡ありました。もう勘弁して。まあですよね。もう慣れてると言っても、しんどいには変わりないですもんね。マジ勘弁してくれろやもん。そんな時に太陽光発電はなんか役に立たへんそう。ほんでまた、なんかそういうなんか災害時にその何そういうなんかエネルギーがまるで役に立たへんかったら役に立たへんかったやないかっていう声を上げるのは可能でしょうか。あと風力発電も太陽光もなんか本気でブラックアウトした時のこう再稼働の取っかかりになるわけではなくて、実はその水力発電がこう一番最初のこう再起動のための電力になったらしいですね。ブラックアウトの時は北海道に。っていうのを聞きまして、なんやと思ってんの。なんか、しょうもないと言われ、しょうもないじゃない、
昔からの発電で、もうあの、こう、なんていうか、これでは役が、役不足じゃないな。力不足やと言われているような、その、昔からの発電方式の方が一番パワーがある、というような、話を聞きました。小島はさ、はい、色鉛筆120色は蓋を開けて閉めて送り返してまた塗り絵始まってます開けて閉めて開けて閉めて開けて閉めたら入れないってやつですね誰のギャグでしたっけこれねえ、小島はさんの色鉛筆むしろ気になりますよね。むしろ気になりますよね。なんかどんな立派な、でも多分いいやつですよね。普通に買い足しもしはったんですよね。こんな安物でのうてね、ほんま。いや、ほんまに。それは、それは本気でそう思ってます。なんだっけ、開けて、閉めて、開けて、閉めて、開けて、閉めたら入れないって誰でした？白ネギやったらちょっと色面白くないですね。ちょっとアレンジしなきゃ。つくねとかも、まあでもなんかリクエストいっぱいあるから、2週目で夜食わったらいろいろ卵とかね、玉ねぎとか、だんだんバーベキューになってきますけど、ね、そうなると、ね。黄緑、小島さん、色鉛筆は120色が缶に入っていて素敵なやつです。めっちゃいい。あ、缶ってあれでしょ、平たい缶で押すってとこ、押したらパッて開くやつですよね、きっとね。めっちゃいい。いまだにほぼ新品です。うん。いやー、ポテンシャルを引き出してくださいよ、色鉛筆のポテンシャルを。ねえ。オレンジ。さあ、その缶をペン立てに、あ、でもそれももったいないですね、さあ、だまさん、懐中電灯天井に向けておくと部屋全体をうっすら照らされるのおすすめです。そうですね、直はね、眩しいし、手もなんかそのギャップで暗く見えるしね。娘は受験じゃなければ、もっとこの状況を楽しめたのにと絵を描いて楽しんでました。のんきなもんです。うん、なんか、お父さんとお母さんがどうにかしてくれるって思いますよね。子供の立場としてはね。全然、大丈夫みたいなね。ちょ、安心してあるんですよね。そうそう。まあでも、小さい時からそういう経験をすごくこう、されてるんやったら、まあ、そんなもんって思ってあるのかな、どうやろう。そんなもんって思う基準が、育ったところによって、全く違うじゃないですか。ねえ。私は多分、なんか、今やったら、まあ家から湖が見えて当たり前みたいに思ってますけども。それも、だから今考えたらそれってすごく全国的には珍しい現象ですよね。こんな、焦げをこうどういうふうにこう、もうちょっと濃く出そうかとかね。ようやく。あ、今年4年ぶりに〇〇っていうのすごい多いですよね。そうそう、だから。
あの祭りは、ね、楽しめるうちにって感じですけど、ただあの喧嘩とかね、なんかもう人混みであの何もみんな来たくないみとか、ああいうのだけがねしんどいですよね。イカ焼きは買ったところで多分食べきる人、食べきれたり食べきれなかったりとかありますよね、きっと。あとリンゴ飴とか、そんなに、あ、キュウリはあのなんかいろいろありましたよね。ごめんなさい、受験なんて大変ねえ。けどちょっとこう入れあの何日日常楽しんでる感じありますよね。そこはやっぱりそのこうお父さんとお母さんがどうにかしてくれるっていう感じでね、安心してあるなと思いますね。福島さん、私の色鉛筆を皆さんが気にしているとは眺めているだけじゃダメですね。そうですね、あのみんな気にしています。全国の皆様が福島さんの色鉛筆を非常に気にしていますはい、あのこれを見た人は次これも見ていますけど、次あの福島さんの色鉛筆を見てるんですよね。みんなね、ここでこう投下された話題っていうのは大体こう皆さん覚えてありますよ。この焦げをその一発目黒く描かんと徐々に攻めていきますね。美味しい焦げととんでもない焦げであるじゃないですか、まあ、当たり前ですけど、まあ、とんでもないのっていつまでたっても匂い取れないですね、次の日までね。なんか例えばな鍋の取っ手を焦がしたとかだったら、それは本当にあの化学物質のすごい匂いしますね、ゴムの溶けた、旦那職場に500万かけたソーラー発電を家に取り付けた方がいるのですが、2日間の停電で冷蔵庫の電気を保つだけで精一杯だったと言ってます。ああ、そうなんや。あの、こう、蓄電の設備も一緒に付けたはずやのに、もう冷蔵庫でいっぱいいっぱいで、もうエアコンとかとんでもないって話ですよね。そうなんや。毎日、ね、あの発電して貯めててしてはったでしょうにっていう感じなんですね。あ、そうなんや。なんか家でがっちりしてたらもう大丈夫かなと思いますね。あのこうたまにほら、たまにじゃないけど、あのこう今時の賃貸やったらもうソーラーグリッドって書いているまあ今時のね、あの集合住宅なんかね、すごいなと思うけど、やっぱ実はそういうことなんですよね。あのこう何が来てもびくともしないというわけではないのですね。奈良さん、島根の宍道湖で花火、長野の諏訪湖でワカサギ釣りしました。おい、いろんなとこ行ってますね。湖がある県は少ない気がする。湖あるだけで観光資源。そうですね。なんかもう超生活の一部ですよね。あの、北湖の方はすごいですよ。もう海かなって思いますけど、向こう岸も見えへんから。何個は生活です。あと、そうですね。だから、その、こう、あの、客観視ができない、できづらいですね、非常にね。なんかあの、あの、皆さんはそうじゃないですか、こう、生活の一部やけど、あの、他の県の人から見たらすごい珍しいとかね。サタムさん、実は沖縄日照率全国的にも低めなんです。曇りが多いのかも。意外。なんか、それこそ私のあの、なんていうか、テンプレというか、刷り込みですよね。あの、沖縄はカンカンデリアっていうね。すいませんね。なんかそのうち伺いますわ、そのうち、ほんまに。ね、あの、私の思い込みは、あの、こう、一掃したいですね。ダメだな。なんかあの、いや、思い込みって怖いですね。
はい。そうなの。じゃあ、まあ、あの、太陽光とか、まあ、言うたら、あんまりって感じなんですね。小島さん、とんでもない焦げ、お玉とかフライ返しをうっかり溶かしたときはびっくりするぐらい一瞬発生します。ほんま取れないですよね。くっさーみたいなね。あの、臭いを通り越して、だから、例えば家火事になったらああいう匂いするんやろうなと思いましたね。あの、いろんなもんが溶けて。木材が焦げるだけじゃないじゃないですか、あのね、火事ってね。今ちょっと思いましたね、それね。ローズさん。太陽光つけるなら岡山県あたりが一番日照時間が長かったな。あ、やっぱそうですね。山陽ですよね。広島、岡山ってすごい、思いますね。山陰は大変ですね。あ、風力とかなんのかな、そこが。ね、日本海側。かといってね、って感じですけどもね。そんな電力足らんかっていうね。思いますけどね。これとんでもない焦げの際で止めないといけないですよね。これむずいですね。この子、あの、自分の暴走を自分で制御するっていうね。ここの網目を、その、こう、あの、網の上で焼いたから、同じようなところに焦げがあるんやでっていうのを意識して書かないとね、あの適当には書けないので、むずいですね、そのあたりは。網で、あの、炭火で起こして焼いたんですよ、的な、こう、あの、ね、あの、しないといけない。はい。小島さん、日照率1位は埼玉県です。でもおすすめスポットはまさかの屋内鉄道博物館です。夏暑そうですからね、埼玉県。内陸は暑いですね。あ、ほんでまたあの平野部もね、あの広いから、あの、あれなんでしょうね、きっとね、日照も、強いんでしょう。ありがたいけど大変ですね、夏はね。はい。サータマさん、夏はカンカン照りだけど、冬は曇り多いからかな。あー、そうか。曇りなんですね。やっぱその住んである人に聞かないとわからんもんですね。日本海じゃないか、あの、こうね、でも、どうやろう、こう、北部と南部で気候違ったりとかするんですかね。どうなんやろ。なんかいつでもなんかその気温の変動が少なくて、あの、穏やかでいいな的なことを思いますけど、まあ私の、あの、単なる思い込みですね、これはね。ローズさん、調べ直したら山梨県、静岡県、茨城県がトップ3でした。訂正します。あ、そうなんですね。おお、あれ？そこに埼玉県がこう食い込んでくる感じですか？茨城県以外ですね。あ、千葉県かなと思いましたけどね。房総半島何の辺とかね。あら。いろいろ思い込みと違うもんですね、やっぱ。あ、こういうところからの、こう、あの、観念を覆していかないといけないです。ほんで、何やっけ、焼き鳥がチェック入れよう。あの、書いたものにチェックを入れて。はい。ビールですね。ビールは、ジョッキがいいですか？生チビルですか？生中って言います？皆さん。中生、なんかある程度、あの、ある場所から、あの、北に行くと中生って言うらしいですね。
屋台やったら何になるかな、どんな感じ。でもプレミアムって書いてある、一番絞り。ビールもちょっと飲まへんこと申し訳ないですけど、とりあえず書きますね、うん、生中。深く沈むから高く浮き上がれるって書いてある。なんか人生の格言が書いてあるジョッキがありますね。生中190円みたいな、ビアガーデン、ビアガーデンみたいなやつ。なんかちょっと形のいいやつがないのか。ドイツビールがなんか自分の中ではあのなんかビールって美味しいんやなって思えた、あのまあこんなこと言うとあれですけど唯一の飲み物でした。うん、子供みたいなこと言いますけども。全然映ってないやん。はい、お待ちください。では黄色、黄色じゃないんだけど、ね、黒いビールは美味しいですね。あ、黄色いビールが美味しくないわけじゃないです。佐藤さん、私も調べました。去年の日照ランキング、沖縄まさかの最下位。なんかそれはあのもうトリビアじゃないんですか。もうそれはすでに沖縄日照最下位。あ、じゃあ常にその気温は高いけれども常にその雨が降りやすい状態という形になるんでしょうか。太陽光なんてとんでもないですね、もうなるとね。ビール。話が飛びますが、まあビールを書きますね。泡が難しいけど頑張ります。さらたまさん、スコールも多い。あ、やっぱ雨なんやな、ね、雲が湧きやすいのですね。なるほど。ローズさん、衝撃です。雲が多いのかしら、台風来るし沖縄に太陽光向いてないですね。うん、だからその全国をしなべてあのもう全てガン無視してあのこう立てるとかとんでもないなと思いますもんね。なんか
ええー、って思いますよね、そのお話ね。ね、はねみさん、今頃そうめん食べてました。ゴーヤチャンプルと一緒に。最近、はねみさんのとこそうめん流行ってる感じがある。あの、イメージとしてありますね。ね、流行ってますね。ゴーヤチャンプル。なんか、それもなんか晴れに似合う、あの、イメージありますけど、ね、最下位なんですよね。日照時間ね。意外やな、こう、あの、てっきりなんですけど、すみません、あの、こう、最下位は、あの、こう、福井県とかかな、とか、思っちゃったりとかしてましたけれども。単なるイメージですね、これもまた。消しゴムどこやったっけ？消しゴム使わないと消え去っていくんですね。使わないものって消えていきません？なんか、どこやったかな？正直あの、無水エタノールどこやったか分かんなくなったんですけどね、あの、エチルアルコールとあの、ごっちゃになってましたね。青いキャップでね。恐ろしいですね。でもあれ間違えて使ったらちょっと恐ろしいことになってましたね。ねえ、空玉さん、太陽光発電は内地で売れなくなって沖縄に回ってきたって話を聞いたことあります。結局そうなんですよ。お注射と一緒なんですよね。在庫つかまされてる感じでね。消しゴムどこやったっけ、ほんで。なんでないの？使わへんたらどっか、あった。売れなくなったらよそに回すとか、立場弱いところに回すとかね、なんかそういうのすごい多い。あの、薬でも何でも。あの、何、添加物とか農薬とか。そんなばっかし。だから、純粋に、あの、正義感とか、あの、こう、環境のためとか考えてる人っていうか、あの、まあ、あの、法の、あの、元での人ね、あの、は、まあ、ほぼおらんやろっていうね。まあ、いつもの話になっていきますけどね。ローズさん、日本が交わされるものは世界の強み、ほんまに。ほんまにそうです。ああ、そうそう、そう。だから、人工甘味料ね、とかもそうですしね。はい。そんなこんなで今ちょっと祭りの飲食物を書いてますからね。まあ、あの目だけでも楽しんでいただけますようにということで、あの、少々お待ちくださいませ。なんかこの深い、ちょっと深い色を出すのにね、どうするかなとかって、どういう色やな、これは。金色が出てきたから金色にしよう。なんかビール金色ってちょっといい感じじゃないですか。はい。あ、それともさ、コインありがとうございます。あら、その、なんか戦後、小麦粉が急にね、あの消費促進されたのも、あれも余ってたんですよね。だから、パンをね、当てがわれて、あの、パン食べないと頭悪くなるとか言われてたんですよね。何でも物はいいようやなと思いますね。だから、まあ、そういうとこだけ盗んだらいいんですよね。あの、キャッチコピーとかね。あの、いかにも、あの、こう、必要なようにね、言ってくるっていう、あの、キャッチコピーをね、勉強するというね、あの、機会にすり替えるのもいいと思いますね。はい。はい、はじめさん、コメントありがとうございます。はい。小島さん、焼き鳥はタレも良いけど、塩もさっぱりしてほしい。今日の一番は脂質少ないでした。あ、いいですね。タレもね、美味しいです。やけど、私は、うなぎのタレに通じるものがあって、焼き鳥のタレは、焼き鳥のタレだけで、もう一仕事しとるから、塩で、肉の美味しさを味わいたいですよね。塩の、なんていうか、まあ、塩やけど、ちゃんとね、処理してね、美味しくなっているお肉をね、こう、シンプルにいただくというね、ビール。で、かき氷。
と。拍手ありがとうございます。塩ね、美味しい。うん。ちゃんと焼いてね。そう。ふっくらしてね。そうそうそう。で、なんなら、まあ、私、割り箸を、使って全部、串から外しますけど。そこではもう、台無しのことを言いますけどね。ロードさん、私は地域の集まりにできるだけ参加したくないんです。子供が小さい時は義務で参加していましたが、今はもういいやって。いろいろ、ねほりはほり聞かれるのも苦痛なんです。聞きたいんですよね、近所の、ね、方はほんまに。だから私もそれ、かなくて、もうとりあえず、ね、孤独死とか言われるかわからないけど、ワンルームいいぞ。ほんまに。みたいなね。はい。ワンルームはいいぞ。ほんまにね、なんていうか、こう、暇な人は、やっぱりその、一軒家住んでると、その、なんていうか、お隣とかお迎えとかがいろいろ聞いてくるんですよね。お家で何してんのとかね。家いてるとね、黙れて。お前らの知らん働き方というのがあるんじゃとね。お前らって言ってますけどね、もうね。すでにね。はい。もうすでにお前らと言っている。ロールさん。焼き鳥は子供の時はタレ派でしたが今断然塩です。そう、子供の時はなんかタレの美味しさとかでなんかこうちょっとこう味の強さとかで美味しさ測ってたじゃないですか。ハンバーグもそうやし、ね、ほんまに。今はその素材というかそのこうなんていうか下ごしらえのこう時間ごと味わうというこう大人の楽しみ方ができますよね。そこかなと思いますね。大人で良かったって思いますよね、そういう時に。はい。これまた焼き鳥のタレだけ常備してます。タレだけでご飯焼けます。あ、うなぎと同じことを。そう、タレはね、すごくこう、やっぱりその、単純じゃないのがいいですよね。その、何々のタレってね、いろいろ入っててね。ね、隠し味に何使ってはるんやろとかって思いますよね、ほんまに。うん、ご飯、ごまごまさん、お前ら呼ばれ、うん。少しでも嫌やとお前とかって言いますね。そう、少しでも、もう気に入らないともうすぐお前って言います。そう、ロードさん、テレワークで家にいるのに在宅イコール暇だと思われている、ほっといてくれ。うん。だから、それは、お前らが、お前らの世界はそうか知らんけど、わしらの世界ではこういう働き方があるんじゃ、ということですね。はい、もうすぐお前っていうね。すぐお前っていう。ね、弟に向かってお前とかって言いそうになるけど、それはちょっとなんていうか、こう人権を、こうね、人格を尊重してね、自分って言ってますね。自分、うん。うん、っていう、いうふうに言ってますけどね。ただ、なんていうか、こう、勘ぐってくる人に関しては気に入らないので、お前って言いますね。あれですね、面と向かっては言わんけどね。うん。そう、はい。かき氷、そう、かき氷、これはもう屋台用のかき氷を描くのがよろしいか。よろしいか。お皿に持ってんのはなんかちょっと違うような気がします。この話の流れでいくと。これはあれですよね。これは発泡スチロールのカップですよね。ですな。はい。OK でーす。書きます。うん。はじめさん、いますね。そのタイプの立ち話の人たち。この前、ゴミ出しのタイミングで食わして2つゴミ袋持ってたら、大きい袋あげようかって、いや、有料袋だから漏れてもいいけどって内心思いました。あげようか。なんか安いので済ましてる大変そうな家ぐらいに、こう、思いたいのかな、あいつらは。もうお前とかあいつとかめちゃめちゃやな、もう。ねえ、あいつらは、
もうね、口悪いですよ。知ってるかってね。コマコマさん、詮索する人とか嫌なやつにボソッと聞こえるか聞こえないかで本音をつぶやいています。ストレスたまるの。おお、そんな、何ですかその危険なゲームは。いや、いいですね。なんかただまあなんというかピンポンダッシュみたいなこうイメージを今ちょっと持ちましたけどね。まあまあ気つけられてください。まあ、言うてなんていうか実際にあったことを私もその実名は出さへんけどかなりなこと言ってるんでね、聞いてる人には聞く人は聞いたら分かるか分からんけど私の知ったことじゃないで私の機嫌を悪くさせるお前が悪いっていうのでね、もう思ってますね。で、私はもう実際のことをリアルではもう絶対言わないし、言う機会もなければ言う人間もないので、もうこうやってオンラインで喋らせてもらってますけれどもね、こうみんな別にこう知らんね、話やからよそごとやと思って聞いてもらえると思いますけれども、すいません、かき氷3つになりましたからね。はい、一気に食べたらダメです。はい、小島さん、地域の集まり、町内会に子ども会等をやってますが、このご時世の何があるかわからないので、地域とのつながりは大事だと割り切ってできる範囲でボランティアします。そう、深入りせずにですよね。深入りほんま頼まれてもしたくないですね、ほんまにね。触りだけ、やることはやったよっていう、こう大事なアピールをね、しないといけないですもんね。貢献してますっていうね。そらたまさん、台風前準備で買い込んだはいいけど、停電 で冷凍庫の中溶けて食中毒怖いから全部捨てたという方が3人いました。若い人は思い切りがいいけどまだ大丈夫だったのではと思ってしまった。台風前準備で冷凍品を買うっていうところからちょっとじゃあそらたまさん膝集めて小1時間説教してきてもらっていいですか。なんか、ごめんなさい。まあ、口悪いんでね、口悪いと、もう、割り切って話するんですけど、そういう人ってお金もたまらなそうな気がする。すいません。エアコンが適切に効いてると、こんな悪口を言いますね、私はね。悪口というかね、口の悪い、悪口じゃない、口の悪いことを言いますね、こんな。ひどいですね。自分のことですよ、自分のこと。自分のこと言うてるんですよ、私は。はい。いや、でも思いません。ローズさん。詮索大好きな人って、聞くだけ聞いて、自分のことは黙っているんだよね、本当に深い元気。そう、頭暇なんですよ。体忙しいね、頭暇。私がよく、なんていうか、こう、よく、そういう人を見るとね、思い浮かぶフレーズなんですけど、体忙しいって頭暇やから、頭の暇をどうにか満たそうと思ったら、人の悪口が一番刺激がね、強いから。それはみんなゴシップニュースとかに見に行かないんですよ。頭暇やからね。何べんも言う。エアコンってすごいな。もうこんなことに頭めちゃくちゃ回りますね。いや、昨日聞いてなかったわけじゃなかったんですけどね。多分水分補給のタイミングをなんかこう誤りましたね。気つけないといけない、マジで。私多分だから熱中症とか水分が枯渇しているときに、まず最初に現れる症状というのが、ろれつが回りづらくなる。そこを気をつけようと思いました。
さあ、このあの激甘色水、ちょっと待ってくださいね。いいですね、ブルーハワイって考えた、あの名前考えた人は天才だなと思いながら、いいですね。でもね、あ、そう、先の話めちゃ戻るんですけど、そのそういうね、なんていうか、買い込むって言って冷凍食品、あのこう停電するっていう風に、その沖縄停電するってこう分かってて、しかも暮らしてんのにそういうことする人って絶対お金もたまらないですよ。その深い考えなしにやってるわけじゃないですか。あの買うのもほかすのもね、うん、いいんですけどね、よそんちのこと関係ないもん、何しようが、うん、氷、ローズさん、若い人は正しい方向、強制感のおっさんは、おっさんも朽ちる一方ですからね、もうダメですよ。あのこれからただ息してるだけ、うん、ですけど、うん、息してるだけ息してるだけではないですけどね、すみません、はい、うん、あ、生産性がないっていう意味と捉えていただいてよろしいでしょうか。はい、だからその己のこう脳が暇なものですから、その刺激を受けたいがために、その外部からね、自分でそうやってあの刺激になるものを生産することはできないものですから、であの過去の何やらをこうほじくり出して、あのこうこねくり回して、あの武勇伝としてこうみんなに押し付けるっていうようなね、あの非生産的な作業をね、にね、あのあれするんですよね。その、邁進するんですよね。うん、小島さん、かき氷3倍。なかなかなるよ。ちなみに、コメダコーヒーのかき氷、夏にチャレンジするけど食べきれない。うん、もう、下になるとただの氷になってますからね。氷どころかも水になってますもんね。あ、私ね、フラペチーノね、食べ方めっちゃ下手くそやから、ほんまのたまにしか食べないから、ストローで変に吸うとただの氷になってますよね、下ね。あれ大変ですね、フラペチーノ。氷っていう字を書かなあかんね。あかんことないけど書きます、うん。あかんことはないんですよ。うん、でも書くんです。パッケージ書かないとね、面白くないでしょ。はじめさん、かき氷食べると高確率で頭が痛くなりますよね。うん、ドラえもんがね、いてー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 って言ってましたね。かき氷食べてね、ドラえもんがね。はい、あれドラえもん、ご飯食べてたけど、食べてるけど、いつも心配になりますね。壊れへんかどうかっていうね。この何ですか、このひげ文字っていうんですか、これあのこうひげの数3本とかって、あのこうおめでたい数字に揃えるのがあの習わしやったって聞いたんですけど、それ本当ですか。あ、しかもちょっとヒヤヒヤ冷たいって書いてあった、ここにしまった、それ書かねばならん。しかもなんかあの看板の間違い選手権みたいな特集が ある雑誌で組まれてて、なんか氷が思いっきし ANA っていう字になってましたね。あの田舎のなんかね、あのお店でね、長って書いてましたね。あれ面白かったですね。
なんか地つぶれて米に見えてますけどね、米じゃないですよ、氷ですよ。さあ、たまた台風前からスーパー棚がガラガラなりますから、買い込んだと思いますが、買うものを考えた方がいいですね。うん、いや、ほんまに、懐中電灯なくてろうそくで過ごしたってしまいました。沖縄やのに、なんで学習しないの、あれ。ここ近年まともに大きな台風が来なかったんで、みんな油断してたと思います。私もだけど、内地の方々お気をつけください。はい。そう思うと、ほんまに、その、こう、何が、どうで、どう不便そうにしてあったかっていうのを聞くとね、って思いますよね、お前ね。その、やっぱりその感情だけで、あ、どうしよう、買わなきゃっていう、その、感情に煽られてした行動が考えなしで買い物してしまうという行動に結びつくんですよね。気つけないと。今喋って、その、もうちょっとこう、自戒をしましたね。考えなしで、あ、今日考えなしの仕事、仕事じゃ、こう、買い物したんですね。シュークリームを買ってしまいましたね。最近ちょっとね、ちょくちょく買ってしまうんですね。ダメですね。考えなしの、その、なんていうか、こう、目先の欲に負けた行動をしましたね。ああいうのが日常的なんといかんなというふうに思うでございますね。そういうことですね。何がいるから何がいるっていうような、そのロジックで買い物しない、する癖、習慣がないと、ほんまに、後々大変やなって思います。ろうそくも備蓄していますが、火事で亡くなった方もいらっしゃるみたいで、ろうそくを使うとき要注意ですね。そうですね。特に地震の時に、地震が原因で停電になって、それから明かり取りにろうそく使うってときは余計大変。余計に気をつけなければならないし、で、よく聞く話で、その高齢者の方が仏さんの火で明かりとって、それを細長いから倒してしまったとか、そういうのありますもんね。だから、その、どっしりした災害用のね、非常ろうそくでどしっとした苔用のないやつを使わないとね、仏さんのろうそく倒れますもんね。小島さん、テレビでカップ麺を買い込んだけど、水がもうなくなるからホテルに行きます。話していた人がいたけど、本当と思います。この考えのなさね、ちょっとなんかもうちょっと考えることあったやろって思いますね。なんかもうなんかこんなのんびりした口調で申し訳ないですけど、頭の中で考えていることだいぶひどいんで、私、すいません。もうね、すぐお前らとか言うんでね、もうそれでお察しいただけたらと思う。すぐお前らっていう。そう。そのカップ麺をその作るには水も熱源もいるということに考えが及ばなかった人の末路ですね。そういう人は多分だからアルファードをフルローンで買って、月々家賃より高いローンになってる的な、めちゃくちゃ言ってるけど、すいません。ヒヤヒヤ冷たい。ヒヤヒヤ冷たいって書いてるんですよ、これ。
あ、はい、空玉さん。そういえば断水してる世代もありました。電気ついてる場所のホテルに泊まっている人もいました。あ、何でしたっけ、あの、旦那さんのご実家が断水やったんでしたっけ、あれ、何やったっけ。ねえ。そうか。ホテルも争奪戦ですよね、そうなったら。あの、そんな、ねえ、あの、地元の人の需要を満たそうと思ったら。まあ。で、まずこれと。で、かき氷。チェック。寿司は何寿司にしますか？お稲荷さんですか？お稲荷さんがいいのかな？何のお寿司がいいですか？うん。ローズさん、最近の若い子は生まれてるから何でも揃っていたからね。私たちの世代は。まだまだ不便なものが残っていて、進化が見れて面白かった。あの、進化の途中におりましたもんね。あの、固定電話からの、ポケベルからの、ピッチからの、携帯からの、ね。うん、そういう目まぐるしかったですよね、そう思うとね。うん、小島さん、ろうそくいざとなったら仏壇にあるから大丈夫という年よりいるけど心配です。必ず倒す。と思って間違いないと思います。うん、やっぱりあの必ずそのこうあのはあのやっぱり災害が出るあのタイプの地震が起こった時にその話聞きますよね。火災が起こっている模様ですとかってね。うん、ごまごまさん。せいや仕事なら仕方ないけど、この時期に沖縄に旅行行って帰れなくて困ると言ってのもええと思いました。台風で飛行機飛ばないリスクを考えてなかったのかなと。毎年出現する気がしますね。で台風必ずほぼほぼ来るじゃないですか。絶対か。で、その時にそのお住まいの皆様の食料を取り上げないとかいうのは、やっぱりその旅行者としてのマナーだと思うんですよね。あ、どこへ行ってもなんですけどね。あの、なんていうか、勇気ある撤退とかせなあかん。それが嫌やったら、その、もっと全然違う時期に、あの、来なければいけないしね。毎回そうだなと思う。まあ、休みが取れへんかったりってもあるかもしれないですけどね、その方はね。けど、ああ、それは北海道でも言えて、その2月に来んなとかね、ありますよね。うん、絶対飛ばへんの分かってんのに、その、なんかこう、キャンセル待ちのずら並んでね、あの、あれ、ちょっとね、あの、このおっさんはって思ったのが映り込んでて、あの、空港の社長出せって言って怒鳴ってたんですよね。あの、すごい、あの、吹雪の時で、あの、全便欠航した時の、こう、空港の中の様子見たら、島田を出せって言ってるあのおっさんが映り込んでてね、アホかなって思いましたね。うん、もうね、息してるだけでいいです、その人は。あの嫌な意味でね。はい、サラダマさん、姉旦那の実家は水道管破損による断水と窓ガラスが割れててんやわんやだった。そうですか。そう、台風は忘れちゃいけない。強風が吹きますもんね。水道管もその水によって水がダメになるっていうのありますもんね。ほんでまたね。いやあの、それもあの、こう、もう本当にあの台風のならではの被害ですよね、お前ね。すいません、切れてしまったようです。申し訳ありません。切れてしまいました。すいません、失礼しました。これはあの端末のあの
不具、端末じゃない、アプリの不具合ですね。すいません、失礼しました。祭り。ちらし寿司ですよね、ちらし。はい、失礼しました。あ、コインありがとうございます。ちょっと切れてしまいましたね。はい。あ、はねみさんが打ちかけでだ、ね、おはようございます。はい、寿司はこれは屋台ではなくてね、お家ではお母さんが作ってくれるものというふうに思っておきましょう。はい、小島さん、液体ろうそくは風よけカバーとマッチもついていて40時間も使う災害用におすすめです。約1500円ぐらいとお値段が高めですか、安全ですか、ね、液体、あ、そうなんや。へえ、なんか昔のアルマキャンドルで、こう、ジェルのやつありますけど、あれもなかなか減らんもんですね。そう、芯だけは、引っ張り出してこないといけないけどね。そうか、風よけカバーがね、すごい大事ですよね。だから、仏壇のろうそくがあるからっていう、次元の話じゃないんですよね。そして寿司を外で食べるのはちょっと危険ですからね。何がいいかな、ひな祭りの寿司ばっかし出てくるんですけどね。でもレンコン好きやからレン、酸っぱいの美味しいですよね。何にするべ、錦糸卵ときゅうりっていう組み合わせがいいですよね。あ、太巻き、じゃあ太巻きにします。はい、です。そうですよね。その方がいいですよね。かんぴょうだけ食べてたいタイプですけどね、私はね。これがいいや。ちょうどパックに入ってそうなやつを見つけました。スーパーのね、名物をおす、太巻きっていうのもね、結構ね、でも今、だいぶ高くなりましたよね、海苔巻き。変わらず輪郭だけでは何なのかわからないというの。太巻きにしましょう。そして細かく切って食べようと思ったらそんなことはできないのにね、こうガバッとね、ま、かぶりつくというね。太巻きに醤油はつける人はですか、皆さん。私は昔はつけてましたが、最近はどうでもいいです。卵はかけた。こんだけ。で、きゅうり。そしてお寿司は誰かが作ってくれるもんっていう、ね、認識でいますので、自分で作ろうと思わないやつですね。はい。寿司とコロッケとね、唐揚げはね、誰かが作ってくれるもんです。謎の確信。でもこのね、なんかこう4原色といいますかね、赤、
赤緑黄色あの茶色っていうのをこうシンプルにこうねあのバランスよく配置した人すごいですよね。椎茸、椎茸のあの耐えたやつだけ食べたいとかにありますね。かんえし椎茸とかんぴょう、かんぴょうもあれあの食べれるって思った人天才ですよね。あのって思います、いつも。いいな、これなんかあのあれですよね、なんかこうまあ夏祭りじゃなかったおみこし担いで帰ってきたらあのお疲れ様って言ってこうあの用意してくれてる類でもあるし、お寿司は。なんかそういう感じのイメージが、まああのスーパーではねあのこういつでも売ってますけど、なんかそういうのじゃなくてこう特別な日になんか安くてもいいからなんかこうあのお寿司があるっていうのが嬉しいんですよね。うん、なんでこれだけだと圧倒的に何かを不足してるんで圧倒的な不足を感じますね。ごめんごめんなさい。環境も売りかだから、体冷やすのかな。なんか私もそれ思いましたね。どうなんやろ、それ。なんかそこ知りたいですよね。環境だけをずっと、あの、ポリ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 食べたいです。黒田さん、おばあちゃんが作ってくれた巻き寿司美味しかったな。力加減も絶妙で、習っておけばよかったと激しく後悔。あー、ねなんか、あと、いや、具のね、多分炊き加減が絶妙に美味しかったんだろうとお察しします。ねあの、いい頃合いの、ねあの、こうね、あの、巻き方と、あのこう、いい頃合いのね、あの、お味とね、多分、あの、さぞかし美味しかったでしょうね。ねなんかこんな感じで、あの、海苔はちょっと網掛けの雰囲気をします。お寿司高いから誰か買ってください。なんかその握り寿司、もうそのなんか誰かが買うてきてくれたら嬉しいけれども、あのなんかお稲荷さんあるけどどうやとかってこう言われるとか、サバ寿司とかでもなんかすごい嬉しいですよね。黒だけやったらちょっとこう毛がないので、あのちょっとね緑色のね、はい、小島ママさん、寿司って意外と塩分を含んでいるのでなるべく醤油は控えたい派です。たまにたっぷりつける人いますよね。しょっぱくないのかしら。すいません、また切れました、ごめんなさい。サボテンさんこんばんは、ありがとうございます。失礼しました。
今日はよく切れる。すいません。はい、失礼しました。聞こえてますかね？すいません。はい、あ、ディスクビデオデッキの設定完了しましたということでね。よかったですね。聞こえますか？大丈夫ですか？すいません。また切れました。調子悪いですね。とりあえずこっちは復活しました。すいません。失礼しました。ちょっとなんかもしかしたらもう一回ぐらい切れそうなんで、ちょっともう諦めずに、ちょっと待機しといてください。聞こえます。よかったです。はい。そう、BD ね。BD とは何ぞやったね。ビデオデッキやったんですね。昨日ね。そうそうそう。お疲れ様です。今日はちょっと祭りのね、食べ物を変えてますね。緑すぎた。そう、昨日何ってなりましたよね。BD。もうちょっと深いくしないとね、その炊いたもんの色をね。ちょっとこうタレが染みた感じで、これか。で、こんな感じかな。影つけとこうか。あ、おやすさんこんばんは。お疲れ様です。ね、ありがとうございます。最近ちょっとね、積極的に参加していただけて大変嬉しいございます。ありがとうございます。今日はちょっと祭りの祭りですよ。うん。来週からね、今週もか、ね、いろんなところでお祭りが開かれてますからね。最近その祭りなのキッチンカーとかだったらやっぱり唐揚げとかなんやろかな、メインは。あとケバブとか定番ですね。ご飯さん、ご飯の粒考えですね。ありがとうございます。ちょっとね、あんまりきっちり書くと集合体恐怖の人には申し訳ないんでね。そうそうそう。このぐらいで、ちょっとこう、絶妙に余白を残さないといけないなと思いましてね。このご飯を書くとか、麺を書くっていうのは私の中で割とちょっと課題になってるんで、そういったことも、またちょっとこう、練習重ねていきたいなというふうに思っておりますね。そう、焼き鳥ね、そうそう、タレより塩、大人になると塩の美味しさが分かるようになるみたいな話をさっきしてました。そう、ありがとうございます。いい匂いのね。タレももちろん美味しいけど、その鶏そのもの
が美味しいっていうのが、その大人になったらわかる、うん、ちゃうみたいな話しましたね。ちゃんと嗅ぎつけよう。はい。まあ、こんな感じ。ね、焼き鳥何が良かったんでしたっけ？つくね？え、つくね？つく、ん？何やったかな？たぶんね、焼き鳥食べたいです。さっきまでどこかで花火大会があったみたいな花火の音が聞こえました。タレの焼き鳥好きです。うん、そう。あの、それも美味しい。美味しい。とても美味しい。ね。はい。ごまごまさん。コトさん、テリ感出すの上手ですよね。いやいや、ありがとうございます。あれも、テリも、あの、どういう風に、あの、皆さん、あの、上手い人どうしてるんやろうと思って、こういつでも、もう見たりとかしてますね。ネギマ。ネギマ。そうな。まあ、一応これね、そのネギマだったんですけど、その黄緑が、あの、あんまだ出さなかったんですよね。白ネギやったからね。もうちょっと黄緑にしようか。ね。花火ね、なんか、去年までは多分あの、どこもシーンとしてたんですよね、きっとね。こうすると、あの、わかりやすいかな。こういう感じで。どうでしょう。なんか、甘くて美味しそうですよね、このネギもね。何がいいかな。ネギまどつくねの、もうつくねこそなんかテリ感とか焦げ感とかの集大成みたいなやつかね。ちょっと頑張ろうか。小島さん、焼き鳥美味しいけど今日は花火大会だから買うまで20分以上待ちました。そうですね、まず焼き鳥食べたいってなりますもんね。つくね、あれつくね生で食べちゃダメですよっていう。お団子状か平たいのかどっちがいいですか。つくね、お団子でいいですか。どうしましょう。ぺちゃんとしてるのがいいかな。の方が。めっちゃテリッとしてますね。テリッとしたやつにしよう。ちょうどこれ塩やから。ねえ。これまさつくねはまんまらして、あ、平たくないや。丸いんですね。ねえ。ごまごまさつくねを卵黄に浸して食べたいな。そうですね。卵安全なやつを選びください。ねえ。よし、あとはちょっとなんか自分の中で合成して書こう。テリッとしたやつね。はい、いきまーす。いきます。ね、卵黄がね、あのそばに見えてますね。見えてるけど、あの省略。はい、この
ホットドッグの足みたいなやつから始めますね。はい。小島さん、子供はつくねを肉団子というか、まあ、まあ、別にあらかた間違いではないが。はい。まあ、全部大きい意味では肉団子かなと思います。大きな言葉ですね。大きな言葉、小さな言葉っていう単元がありましたよね。小学校の国語で。なんか今、思い出しましたね。ベースの色は、薄オレンジで。山吹色。ごめんごめんさ、ミートボールも肉団子かしら、かわいい。そうですね。ミートボール、そうですね。直訳ですね。何でも肉団子ですね。ほんまに。こうしといてからね。しといて、本当に濃いところがあるんで、ちょっとこう、タレは美味しい、うん、タレは美味しい、タレは正義です、これは、うん。でまたその焦げをね、そのとんでもない焦げにならない程度に焦げをかかないといけない。なんで、ちょっと待ってくださいね。もう少しちょっと色味が欲しい。赤いの。赤いのって言いながら茶色出してきて。串に刺さっている肉団子、つくね、甘酢の肉団子、トマトソースの肉団子、ミートボールの肉団子です。全部ね、大きい言葉ですね。大きな言葉、小さな言葉の大きな言葉ですね。肉団子。すべてミートボールとも大きくなることできますけど、大きい言葉ですね。
はい。サボテンな焼き鳥を購入して、焼き鳥丼をたまにします。タレご飯を混ぜ、そう、ほんまにね、まあ、タレは正義ですよ。で、ちょっと七味とか混ぜてもね、ピリッとして美味しいですよね。タレは正義でございます。マツさん、あ、すみません、ありがとうございます。コトさん、絵が上手、絵描けない。いやいや、そんなことない。だから、どこにエネルギーを注ぐがだけの話なんですよね、こう、人はね。エネルギーの注ぎ方間違うと、なんかこう、自分の過去に目が向くおっさんになるんですけども、そうじゃなかったらもう、どこに向いててもいいのかなと思います。こう、自分が、こう、こう、ね、もう、命を捧げたいことに、もう、かけるがいいのかな。と思います。私はたまたまやっぱお絵かき好きやったんやなっていうのにこう今年ね気使してもらっても描いてるだけの話ですからね、ほんまに。そう、なんかこういうことをせずに頭暇にしてると、そのご近所の詮索とか武勇伝をね、こうぶちかます、お前らになるんですよ。さっきの話、お前らになるんや。もうちょっと何か書けるだろう、これ。赤色。もうすぐにね、そう、さっきね、こう、すぐ気に入らないとすぐお前らっていうね、癖が心の中にあるっていう話なんですよ、ほんまに、私。焼き鳥を親子丼にしても美味しい。でもなかなか焼き鳥は回らない。そうですね。もう明日に回すとか次に回すはできないですね。焼き鳥はね、もう回すっていう発想がないですよね。あったらあっただけ食べますよね。焼き鳥が大皿にたくさんドカンとあったらまたあれですけども。誰か焼き鳥くれたらいいのになとかでも、くれへん。透けてるところが赤色やから、赤色をちょっと重ねないといけない、いけないんですよね。赤ばかり言ってるけど、醤油の赤、結構コテコテのタレになってきましたね。コテコテですね。そう。よし。ギリギリですよね。こんなん自分で食べれへん。もう誰かおごってください。誰かマジで。でももうちょっと暗くしないといけないんですよね。最後ね、もう少しこう。これ撮影用に、マジでこう、配分変えてるんでしょうね。
からちょっと油乗せて、ほんで撮影するとかね、通常のなんか実際にお客さんに出すメニューよりもなんかそういう風に聞いたことありますけれども、いかがでしょうか。テリ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 ですね。はい、寿司って書くの太巻きや。はい、こんな感じ。めっちゃテリテリですね。なんかここだけ見たらなんか暗い色のデミグラスソースのオムレツにも見えますけど、もう少し焦げを再現した方がいいのかな。ね、こそ面積が広いから焦げ目もそれなりに広範囲ですよね。で、そうね、タレたっぷり、まあタレをかけなければならないのに、その塩分を取りすぎるからって言ってタレを取り上げられた時の喪失感はすごいですよね。いや、そんな経験ないですけどね。これとちょっとグレーが入るんです、影のところに、ね、グレーが取れた。シルバー、ごまごま飯テロレベル、お腹減りました。まあ、今日のところはちょっと飲み物でこうお茶を濁してもうて、明日のお昼なんかいかがでしょうかね。ちょうどタンパク質取れていいんじゃないでしょうか。どうでしょう。あ、これいいな。これも影つけといた、といといたろ。こうしてね、こうしとくと、ええんちゃうかなーって思う。食べ物の絵描く割には自分の食べるものは全くのワンパターンですけどね。描くのは自由ですからね。はい。サウデンさん、これ何個なんやろ？花火大会あるんですね。旭川の祭りもたくさんの屋台出て楽しかった。北海道は7月半ばからどこかでも祭りの屋台が出ます。焼きとうきび食べたいですね。そうですね、なんか今焼きとうきびもなんか品種改良が進んでめちゃくちゃ甘いらしいですね。それも美味しそうですし、茹でよりも焼きがいいですね。いい匂いしますよね、お醤油のね。っていう、とうきび書くスペースがあれば書きます。ラスト、はい、私は昔北海道行った時に焼きとうきび食べました。美味しいね。あれね、住んでる時に買うてくれって言ったんですけどね、あれ観光客用で高いからあかんって言われたんですよね。とうきびワゴンでしたね。今はもうなんかもう お屋根が乗っかって何だっけ、トレーラーハウスみたいなの言ってありますよね。いい匂いするんですよね、ほんまに。焼きとうきび。焼きとうきび。ラスト変えてしまいにします。角度があるかな。大通公園でさ、にしたらちょうどその描きたい、焼きとうきびが出てくるんじゃないかと思います。出てきたかし。
ちの、その住んでたとこの近所は、トキビ畑やったんですよ。でも飼料用やったら人間が食べるもんじゃなかったんですけど、その、ちょうどこう理科の実験でトキビのなり方とかっていうのを習ったのを、そのこう、ほんまに近所で、その、雄花と雌花が、こう、一緒くたにこう咲いてて、トキビがこうできる様っていうのを間近で見れたのはいい経験やったなと思います。などと申しており。いまだに、その、なんていうか、うまく食べれないですよね。下の歯で食べたらいいとは聞きますけれどもね。はい。いつか、こう、なんか、リベンジできる日はあるのだろうか。ちょっとどっちかというと今ちょっとすすきのの話で頭の中がちょっとこうね締められそうになってますけどね、まあこんな暇なことしてたらあかん思ってね、こう必死で逃れようとしてるところですね。はい。11時過ぎましたんで、ちょっと巻きでやりますんでね、よかったらお付き合いください。ごまごま歯に詰まるけど美味しいですね。そう、食べた直後のね、口の中、ね、鏡で見たらダメなんですけどね。美味しいですね。ガーってやってうまく取れた時の喜びとかね。とんがりコーンは、まあ、実はあんまり好きじゃないんですけど、その、こう、焼きとうきびの、匂いは好きです。本気の焦げの黒ですよね。そして黄色、黄色焼いてあるから濃い黄色なんですよね。そうですね、やっぱ祭りっていうか、そのこう外で食べるもんって言ったの代表格ですよね。そういやね、これね、こうなんかオレンジ味が欲しいんですよね、奥行きを出すのにね。こんな感じかな。で、もう一つオレンジ、もう一つオレンジ。で、ねえ、サボテンさん、8月下旬、もうすぐ予約していたゴールドラッシュが届きます。おー。
昔食べるときにどれだけ長くできるか、芋虫みたいな感じで競争しました。こう言ってたってことですか？こう。ねえ、そうか、こう、一周できるかどうか、みたいな感じでしょうかね。おぉ、ね。茹でたりもね、ふかしてもね、よかったですよね。炊飯器でもね、ザクッと、こう、短く切ったやつとか炊けますね。長くない。こうすごいですね。そんな根気ないわって。そうなんや。すみません、今日はトウモロコシ茹でて食べましたよ。白いトウモロコシ甘くて美味しい。すごい見かけるようになりましたね、白いやつね。そうなんや。やっぱりなんかそのスルーせずにね、一回買って食べてみましょうかね。もうね、すごく、なんというか、当たり前に見かけるようになったんでね、すごいなぁと思って見てましたね。美しいですよね。パールみたいですよね。うん、はい、ごまごまさん、来る粒がむっちゃリアル。そうですね。ここですよね。ここだけ美味しいです。だけじゃない、嘘です。そこが特に美味しいですね。炊き込みご飯の、おこげみたいなやつのような、なんというか、こう、特別感があります。はい。サウデさん、白いトウキビ、ピュアホワイトかな。生で食べてもまんまですよね。お、生で食べれるんですね、あれ。さすがやっぱ白いシリーズありますよね、最近。こう、野菜でも何でもね。柔らかくて美味しいんですね。生でね。生ってどうなのかなと思いながらっていう感じなんですけどね。そうなの。これも影つけて。なんか、食べ物バラバラでも同じように影つけたらちょっと統一感出るかなと思って見てます。トウキビだけが、向きが、まあ、逆やからちょっと こっちにはあんまり影伸ばさんようにとかっていうね、謎のこだわり。です。トウキビって書いておこう。さあ、たまさん、そういえば姉は二人います。三人姉妹でいらっしゃるんですよ。結婚してる姉と実家にいる姉です。今、姉に食事あげているため、耳栓してます。ということで。承知しました。なるほどですね。お忙しい中、ありがとうございます。ね。まあ、でも、まあ、電気が復旧してよかったですよね、お前ね。はい、ね、そんな中で、ね、聞いてくださってるというね、ありがたいでございます。はい、小松さん、近くの農家さん、ピュアホワイト作ってます。美味しかった。私は生も好きだけど、子供はあまり食べない。どうもやっぱ私は火に通したいのと、あと今日、空心菜をね、なんか植木鉢でね、すごい育ち出したんで、散髪して食べたんですけど、あれも、おかわかめも絶対に湯がかないと、おかわかめはね、癖あるかもちろんなんですけど、生で食べれるよって言われても、お湯を通さないと、気が済まないみたいなのあるんですよね。もう完全に個人の好みですけどもね、トウキビ。はい、こんな感じ。今日割とかけました。あとスポーツドリンクのね、ちょうどおやつさん来はたからちょっと復習しておこうと、アクエリアス人工甘味料入ってたんですねっていう話を、まあ、私今日そんなて売り場でね、裏返してみて、あ、そうなんやって思っただけなんですけど、
そういう話をね、実は最初にしてました。はい。というのとね、あとはまあちょっと祭りみたいな感じでね、祭りシリーズを書きましたので、あ、いいですね。なんかこう、あの、パッと食べれて美味しいっていうのね、素敵ですね。はい。ねえ。小島さん、トウモロコシの粒とヒゲの本数は一緒。すごいですね。粒と列は必ず偶数、不思議。なんかね、あの、自然の不思議ですよね。あと、そのみかんの、何でしたっけ、ヘタ取ったところに点々点とあの、房の数が一緒とかってもありますよね。サブテンさん、シャキシャキと食べれます。あ、ピュアホワイト生でですか。シャキシャキ、あ、サラダ感覚かな。フルーツって感じなのかな。親戚のおばさんは皮を薄く残してレンチンで食べれるって言ってました。あ、そんな火通りやすいんですね。柔らかいですね。あ、皮を薄く残すってことは、その、全部剥いでからチンすると、あの、なんかちょっとしぼんでしまうとかなんでしょうか。そうなんや。あんねんな。いろいろ食べ方あるもんですね。あと白いやつ、あの、躊躇せずに、あの、食べてみるもんですね。まあ、そんな感じなんですけど、私は、あの、とりあえず、あの、冬瓜を明日もちょっと食べて、あの、熱中症予防しようと思いますね。まずはね。あるものから。あの、冬瓜を、その、ね、あの、まあ、昨日のこともあったんで、朝は、やっぱりちょっと、あの、カリウムを、あの、補給しようと思ってね、あの、ナトリウムと一緒にね、あの、スープにして食べたんですけどね、だいぶ助かってます、これで。はい。というわけで、今日はあのちょっとあの食べ物いっぱいでね、久々にあの書き込みをしてみましたけれども、楽しんでいただけましたでしょうか。はい。またあのインスタにもアップしますし、あのツイッターにもアップしますので、よかったらまたご覧ください。あの何かこう食べたくなるあの食べ物のあの献立のヒントになるかなとは思います。ああ、氷タンビールはまあ置いといてね。はい。サボテンさん、ポカリスエット飲む点滴って昔言われてました。ああ、聞いたことあるかも。皮を薄く残すと香りと甘さが逃げないです。ああ、そうですね。なるほどね。香りが飛ぶっていうのありますよね。きっとね、あの、皮なしでしてしまうと。なるほど。ああ、まあ、ラップみたいな感じなんでしょうね。きっと天然のラップですね。はい。まあそんな感じで、まあ今日はちょっとこうあの、ぼちぼちと、まあちょっと照りがうまく描けてよかったなって感じですけど、自分の中では。はい。あの、そういうことでね、あの、終わろうかなと思います。今週もありがとうございました。はい。では、ちょっと、明日から早速影響ある地方あるんで、あの、台風気をつけてください。こちらも、ちょっと、とりあえず、あの、明日はちょっと、明日からぐずぐずしだすので、ちょっと警戒しようと思います。はい。ありがとうございます、小島さん。はい。食べ物のヒントなさってください。というわけで、あの、ここまでにしてます。拍手ありがとうございます、小島さん。はい。では。おやすみなさいということでね。ちょっとまた今日はあの、ブツブツ切れて申し訳なかったです。はい。出ました。アクエリアスは糖質多いです。アクエリアス。あ、添加物と人工甘草。ね。そうですね。入って、まあ今一度言うと人工甘草が入っているのはアクエリアスですということですね。あの、裏見て買いましょうということでね。はい。ね、皆さん気をつけましょうね。あと、台風に気取られてる間に地震とかもちょっとあるかもしれないから、あの、両方気をつけていきましょう。はい。ね。まあ、気をつけるけど、まあ、落ち着いておきましょうっていうのが一番の、あの、備えかと思いますね。気は落ち着けて、対策は万全に。よろしくお願いします。あ、ポカリは多いんですね。まあまあ、進行感味料、入ってへんかったら、まあ、調節したらいいじゃないですかねって思いますけどね。あかんのかな、その考えでもね。まあ、とりあえず、あの、これですよね。ここを避けるっていうのでね、まずは、優先はこれかなと思いますけどもね。はい。はい、ありがとうございます。では。
失礼します。はい、ご安全にお過ごしください。今日も、ごゆっくりお休みくださいませ。ありがとうございます。はい。あ、わかりそうやったね。吸収良くなるかな。まあ、いいように考えたね。加藤ぶどうと液とね。シュッと吸収してもらいますね。はい。うん、というわけで。点滴やし、とかつって。はい。ありがとうございます。マジでご安全に、過ごしてください。あと、まあ、ね、当該地の沖縄の、佐藤さん、お気をつけて、耳、ね、ちょっと今お忙しいと思いますが、お耳だけ、拝借して、ご安全にお過ごしください。では、失礼します。ありがとうございます。